ごまきと喋った。あ、ごまきさんは廊下ですれ違った時に、あ、お疲れ様でーすって言った。じゃあ、お疲れ様でーすって言ってくれて、俺とも対等に喋ってくれるなんていい人だなーって思った。あ、はいはい、山本さやちゃん、挨拶した。お疲れ様ですって言ったら、お疲れ様ですってめっちゃ笑顔で返してくれて、あ、この子も僕と対等に挨拶してくれるんだ。ありがとうございますと思いながら心で会釈して、心でありがとうございますって言って、すれ違った。別になんかお前らが俺のことを過大評価しとうのか知らんけど、俺そういう時その後追加で一言声かける勇気別にないからな。ちなみにその何を俺のこと勘違いしとうのか知らんけど、別にその後追撃しないよ俺。なぜなら余裕のある男を演出するので精一杯やけん。そういう時ガツガツ行くやつダサいと思っとっちゃう俺。わかる？なんか そういう時にガツガツ行くやつダセーと思っとうけん、余裕ある男のふりして帰ってないといつも。いや、なんか、そういう時ガツガツ言ったらガチ気色ない。いや、エリーさんはもう、めちゃくちゃ優しい。